レバノン人ディアスポラ、皆さんもっともっと知りたいみたいな、というか引っ越しを余儀なくされました。でそこでは電気をつけて照明をつけて冷蔵庫を動かすことができますと。結構お金持ってるんですよ。持ち帰ってきてほしいと懇願されているもの、それは何かというと、この3つがあればレバノン人は喜ぶと。でこれは破滅的で失敗国家の特徴であると。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。仙台セミナー&コーヒー座談会、世界は激変した、目の前に迫る食料危機とエネルギー危機、事前予約制の30名様限定のセミナーです。2022年8月27日土曜日13時半スタートです。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。8月27日、仙台です。コーヒー座談会という形で視聴者、参加者の皆さんとインタラクティブに Q&A を重ねながら楽しく進めてまいりたいと思います。ぜひ皆さん遊びにいらしてください。こちら参加費無料となっております。先着30名です。よろしくお願いします。ということで、本日はレバノン人ディアスポラのお話をしたいと思います。今日もまたレバノンということで、レバノンに関する動画、たくさんのコメントをいただいておりまして、皆さんもっともっと知りたいみたいな、レバノンどのような状況になってるのかとか、これが日本の未来なんじゃないかとかね、いろんなコメントをいただいてるわけですけれども、僕もある意味レバノンというのは、エネルギー危機、食料危機、そして政治腐敗とか、医療崩壊、教育崩壊、レバノンポンド安で通貨の下落とか、いろんな要因があって、レバノン今ものすごい危機になってるわけですけれども、これ世界最先端の国と言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。これから世界に押し寄せてくるいろんな危機が、先駆けてレバノンはもう一気に押し寄せていると。そのような状態にあるので、レバノンに関する動画、越境 3.0 チャンネルでもなんか割と力を入れてね、いろいろと調べて皆さんに配信しているわけですけれども、ということで今日もまたレバノンということでね、お伝えしていきたいと思うんですよ。昨日こちらの動画を流しました。壊滅的な経済危機のレバノンに予約殺到ということで、こちらまだご覧になっていない方はぜひ見ていただきたいんですけれども、水もない電気もないという、もう本当にもうインフラ崩壊しているという、もう壊滅的な状態の中で、レバノンはこの夏のレバノンへの観光客に依存していると。で、その依存しているのは、外国人観光客もそうなんですけれども、海外に離散している、海外に在住しているレバノン人ディアスポラ。そういった方々が、レバノン国内に現金を注入してくれることに非常に期待を込めているという、かなり他人頼み的なところがね、あるようなレバノン政府なんですけれども、そういったところで、レバノン政府今すごい力を入れていて、観光キャンペーンに力を入れていて、特に中東湾岸地域でね、大々的な観光 PR キャンペーンキャンペーンを始めたという、そういった動画を昨日お届けしたんですけれども、似たような内容のニュースをね、カタール国営衛星放送局のアルジャジーラが似たようなニュースを出していました。で少しね、アルジャジーラの方がちょっと深く突っ込んだ感じでいろいろと解説していましたので、ちょっとそちらの方を今日は解説していきたいと思います。こちらのニュースです。レバノンはディアスポラに必死に現金注入を懇願するということで、レバノン政府は休暇で戻ってくる、海外で働く、たくさんのレバノン人を、レバノン政府は当てにしているという、そういった記事の内容なんですけど、これは昨日もお届けしましたよね。でこの夏は特にこれまで以上に、このレバノン人ディアスポラをレバノン国内に呼び込むためにレバノン政府はものすごい必死になっていると。そこにお金もかけて、レバノン国内のビーチとか商店街とか、観光地とかね、そういうところに、ようこそレバノン人ディアスポラみたいな、そのような縦看板をあっちこっちにお金をかけて作っているということなんですけど、そういうお金があるんだったら別に使い道があるかと思うんですけどね、他にやりようがあると思うんですけど、とにかく今そういうところにレバノン政府お金を使っていると。でこのアルジャジーラの記事に書かれているのが、レバノンの観光大臣ナサール観光大臣が非常に楽観的であると。今年の夏に100万人を超える観光客がレバノンに到着して、で彼らは35億ドルをお金を落としていくっていうことを、観光大臣が発表してるんですけど、これが非常に楽観的すぎるとアルジャジーラは言ってるわけですよね。でアルジャジーラはその観光大臣の発言を取り上げつつ、実際ベイルート市内のパブのオーナーにもインタビューしてるんですね。パブオーナーのアブドゥル・タイフ氏はアルジャジーラのインタビューでこのような形で答えてます。ディアスポラが来ても、かつて華やかな街だったベイルートは多くが閉店を余儀なくされ、レバノンにやってきても彼らはレバノンの苦しい状況について話を聞くことができるだけですと、パブオーナーのアブドゥル・タイフ氏はアルジャジーラに語った。レバノンのホテル、カフェ、レストラン、パブは夏の間に顧客が急増します。しかしその余分な収入は長くは続かない。電力不足に水不足、食料価格の 1000% 以上の上昇、3年間でドルに対する価値が 90% 以上を失ったレバノンポンドは、アブドゥル・タイフ氏にとって高価な事業を運営するということに他なりませんと。そりゃそうですよね。まあ、水の代金がそもそも1週間分の水を買うのに2ヶ月分のお給料が必要だなんていうことを言われてますし、まあ、電気だって、まあ、ジェネレーターに入れる燃料がない上に、民間の電力サービスなんか利用したら、もうこれとんでもない金額に跳ね上がるわけですよ。その辺の制限が今レバノンかかってないので、不当に利益を得ているそういった民間業者もとにかく相次いでいると。まあ水とか電気みんなが欲しいので、とにかく売り手市場なんですよね。まあどっかから水や電気をね、輸入してきて、それをレバノン国内で売ってる人っていうのは非常にボロ儲けをしているそうですよ。で、そういったところを使うしかないレストランとかパブの経営者はもう本当に苦しい状況ですよね。で、このアブドゥル・タイフさんはとにかく高価な事業を続けていくことはできないと。高コストすぎる。で、彼は最近ホテルの隣にあった自分のお店のパブを数ブロック移動して引っ越しをしたそうなんですよね。というか引っ越しを余儀なくされましたということなんですよ。で、そこでは電気をつけて照明をつけて冷蔵庫を動かすことができますと。以前は電気が使えず、冷蔵庫も使えず、照明をつけることができず、最終的に移動する必要がありましたということでね。そりゃそうですよね。まあパブを経営してるんで、まあ、冷蔵庫ないと困りますし、まあ、真っ暗闇の中で酒飲んでてなんかちょっとお化け屋敷みたいな感じになっちゃいますからね。まあアブドゥル・タイフさんはそれでもお店を閉店することなく、一応電気と水が調達できる場所に引っ越しをして、まあ、継続的にパブを運営していると。で、彼はまあこの夏海外からやってくる観光客に対して、まあ、すごい今期待を込めてこの夏にもうかけているというような、そういう状況なんじゃないでしょうかね。まあ、そもそもレバノン政府というのはレバノンの経済を強くするために海外から送金されるそのレバノンディアスポラからの送金に非常に依存しているんですよ。まあ、農業とか製造業とかそういった産業もまああるにはあるんですけど、レバノン国内のそういった産業っていうのはすごい小さくて、レバノンの GDP の 53% をね、まあ、そういった海外からの送金に依存しているわけですよね。 GDP の半分以上が海外送金という、まあ、そういった人たちは昨日の動画でもお伝えした通り結構お金持ってるんですよ。海外でビジネスをやっているレバノン人というのは、まあ、起業家が多くて、で現地でネットワークを作って、まあ、その地に根っこを張って、とにかく、まあ、いろんなところとのつながりを作りながらね、その国で大きなビジネスを作ってきたっていう、そういうレバノン人ディアスポラが多いので、彼らはお金を持ってるんですよ。でそのお金を要はレバノン政府は当てにしていて、ディアスポラからしてもやっぱり愛する祖国が大変な状況なので、少しでも国のために力になりたいと思うわけじゃないですか。だからまあ母国に送金をしたり、夏休みにレバノンにやってきて、でレバノンでお金を使うとか、まあ、そういうことをやっているわけですよね。でこれがこの夏はとにかくもうものすごいレバノン政府が期待を込めてキャンペーンを打っていると。でそういったレバノン人ディアスポラがレバノンに戻ってくる際に、レバノンにいる親戚や家族や友達からこれだけは持ち帰ってきてくれと、お土産としてお願いしますって頼まれてるもの、それなんだと思いますか？薬とバッテリーパックなんですよ。まあ薬はね、もちろんやっぱり病気の時必要ですし、レバノン国内に薬がない、薬局もまあ多くが閉店をしていて、まあ、海外の薬が買えないという状況なので、まあ、子供のいるご家庭なんかはね、まあ、薬がないと非常に困りますし、まあ、病院も閉院しているくらいですから、まあ、とにかく薬は必要であると。なかなかレバノン国内では調達しにくい。でそしてやっぱり電力がないのでバッテリーパックですよね。バッテリーパックといっても多分モバイルバッテリーとかそもそも充電できないと使い物にならないので、太陽光バッテリーとかですかね。太陽光のモバイルバッテリーとか今結構安く売られてますけど、そういうのを海外から大量に買ってきてレバノン国内の友人とかに渡してるんでしょうかね。でそして今年の夏はこの薬とバッテリーパックに加えて、レバノン人ディアスポラがこの持ち帰ってきてほしいと懇願されているもの、それは何かというとドルなんですよ。ドルがとにかく欲しい。レバノンポンドはもう紙くずなので、とにかくもうドルが欲しいと。薬とバッテリーとドル、この3つがあればレバノン人は喜ぶと。まあ、アルジャジーラのインタビューによると、アメリカに住むパレスチナ人の臨床研究者であるモハメド・レイザック氏は長い間レバノンの両親や親戚に送金してきましたと。でそのレイザックさんは家賃や発電機や光熱費や、そして高騰する食料価格をカバーするために家族にこれまで多くの送金をしてきましたが、レバノンの状況はこれまでかなり悪いものでしたが、今ではさらに悪くなり、良い方向へのターニングポイントはないようですと。送金はレバノンの主要産業になりました。海外送金はレバノンの GDP の 54% 以上を占めており、これは世界で最も高い国の一つです。破滅的で失敗国家の特徴であると。海外送金が GDP の多くの割合を占めるようになると、これは失敗国家の特徴であって、ベイルートのシンクタンクであるザ・ポリシー・イニシアティブの経済アナリストはアルジャジーラに語った。レバノン人の多くはもはや銀行を信頼していませんと。まあ、そりゃそうですよね。銀行は信頼できないでしょう。現金を確保するために送金に依存しているため、レバノンの金融セクターをデジタル化して再生するという長期的な機会を考えている人もいます。レバノン人はクレジットカードが存在する前の時代に戻りました。私たちは40年前のように現金とドル化された経済です。だからもう現金ドル、もうドルなんですね。ドルしか信用ならないという、そういう状況になってるんで、これむしろアフリカの方が進んでいるんじゃないかなと。例えばアフリカ、ケニアで有名なサファリコムという通信業者の M-Pesa というモバイルマネーがあるんですけど、携帯電話とかスマートフォンで決済できる、電子マネーですよね。それがサファリコムの M-Pesa なんですけど、ケニアのマサイ族なんつったらね、日本人のイメージで、この槍持って家畜をついてるような、そういったイメージ湧く方多いかと思うんですけれども、でもそのケニアのマサイ族ですら、片手に槍持って片手にスマートフォン持ってM-Pesaでヤギとか羊とかの取引をしているっていうぐらいね、それだけアフリカとかでは電子マネー非常に普及していますから、彼らももともと銀行をあんまり信用できないとか、そもそも銀行口座が持てないとかね、そういったバックグラウンドがあって、ケニアのサファリコム M-Pesa っていうのが結構早くから普及していったんですけれども、そういったものがレバノンにはないんですよ。なぜないかというと、レバノン政府がそれを全部阻害してきた。多分ね、現金の社会の方が、政治家としてはいろいろとやりやすいという側面があるんじゃないでしょうかね。レバノンというのはモザイク国家であって、いろんな宗教共同体がそれぞれの利権が絡み合って何も決まらないという、そういう政治システムなんですよ。全ての宗教宗派に議席を与えているので、ある意味、平等っちゃ平等なんですけど、いろんなね、宗教宗派が政治に参加をして一つの物事を決めていけるので、一個一個の宗教共同体の利益のことを考えて、結局国民や国の利益メリットを追求することが薄れていってしまうというのがレバノンモザイク国家の特徴なんですよ。で、そういった背景があって、やっぱり現金社会の方が動きやすいと考える政治家の方々が多いんじゃないかなと。ケニアの M-Pesa のようなね、モバイルマネーというのが、これまで阻害されてきたんですよ。でもその中でこのレバノンのシンクタンクザ・ポリシー・イニシアティブというところは、現金化された社会、クレジットカードが存在する前の社会、そういった社会から、要はデジタル化された、金融のセクターに進化をしていかなければならない。そのような状況がないと、レバノンはもはや厳しい経済危機を乗り切ることはできないでしょうというような、そういったことが書かれていますね。レバノンの経済危機、そういった状況なんですけれども、ちょっと今後また夏場にかけてね、いろいろと状況もまた変化してくると思いますので、熱狂 3.0 チャンネルでもまた流していきたいと思います。これまでのレバノン経済危機に関する動画、いろんな背景とか、どのようなことが起きているのかとか、こちら再生リスト、レバノン経済危機の方からご覧いただけたらと思います。ぜひ過去の動画もご覧ください。熱狂 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go!「世界とつながりたいあなた」待ってます。